あ、喉乾いたわ。なんかアイスコーヒー飲みたくなってきた。その設定やめようよ。あかん。入ってくるぜ、アイスコーヒー。はい、こんにちは。いかがですか。アイスコーヒー来た。来た。ちょっと何すかこれ。これ、何すか。皆さん、急すぎません？なんか展開が。アイスコーヒー持ってきたこの。違うんですよ。ちょっと設定説明せんと、わけわからんからいきなりアイスコーヒー。いや、アイスコーヒーを持ってくるこの台が気になっちゃって。じゃあ行きます、このまま。行きましょうよ。はい、どうぞじゃあ。いや、まあ、僕はもうそれで終わりなんですけど、ね、ないやん。あとは振っていただいて。違うんですよ、今回は、はい、あのまた自由が丘店に、うん、あの来させていただいてましてですね、はい、今回はですね、関ちゃんが、うん、ジャーナルスタンダードファニチャー自由が丘店の関ちゃんが、うん、あの洗濯ブラザーズにこの梅雨、皆さん梅雨洗濯乾かない、うん、なんか生乾き臭がする、うん、いろんな悩みがあると、うん、いうことで、この自由が丘店で、まあ、そういった悩みを解決できそうな、なんか道具がないのかということで、これはどうやって、ちょっと関ちゃんが今回提案したいのがこれということですね、まず。これは梅雨時どう使おうかね。あ、分かった。はい。これで平干しする。いや。セーターをこうやって、段差で。いやなんか違う気がするぞ。なんか使い道ないかな。関ちゃんどうする、これは。なんかこれは却下。そう。いや、これはね、あんま部屋干しじゃないですけど、うん、あの洗濯もの、あの洗濯機周りの収納すごい困るんですよ。確かに。我々なんて本当もうシルク用の洗剤あったりとか、はい、ダークとかもういろいろありまして。全部入るわ。全部入ります、これ。いいですね。収納周りがかなりスッキリするっていうので。うん、いいんですけど、これ梅雨あんま関係ないですね。確かにそうですね、はい、で収納だからね。収納ですけど、まあまあおしゃれですわ。これここにロゴ入ってるのがかわいい。かわいい。まあね、ちょっとそうですね、残念、惜しい、はい、梅雨時期には関係なかった、ね、ちょっと関係なかったですけど、いいですよ。方向性はいいです。方向性はいいですか、はい、ちょっと一回出直していきます。あ、かしこまりました、はい、失礼します。ありがとうございます。ちょっと関ちゃん欲しいな、いいんだけどな。何が来るんだろうな、次は。次何来るんだろう。まあ多分やっぱ梅雨時だからね、何かアイテム、家電系持ってくるんじゃないかな。家電。あ、おお、なんか来たぞ。なんだこれ。来たぞ。はい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 。イメージ通り。そういうの、そういうの。これはもうですよ。これはあれですよね、サーキュレーターですよね。はい、来ました。しかもこれレザーじゃん、ここ。おしゃれな、こんなおしゃれなサーキュレーター見たことないんですけど。これはね、梅雨時もう一番活躍するかもしれないです。よかったです。大正解、大正解。イエーイ、はい、これはすごいですね。首振りが、ね、どんな角度でもいくってことですか。そうです。縦横、はい。ね、これはだから、あのね、梅雨時にですね、なかなか乾かないという方は、あのこういったサーキュレーターでですね、うん、風を当てていただくだけで、うん、全然乾燥が早くなりますので、かつおしゃれ、うん、これね、風の当てるポイントってあるんですよ、はい、教えてください。あの洋服ってこうやってあの干しておくと、はい、上から乾くんですよ。で、下の方がずっといつまでたっても乾かないんで、下に当ててください。あ、下にですね。この下ら辺にギャーっと。そうですね。失礼しました。はい、いや、絶対これいいですね。はい、乾きます、これで。梅雨時。うん。はい。おすすめです。じゃあ次、このやつお願いします。はい。まあね、やっぱサーキュレーターはね、大事だね。必須。うん。必須です。続きまして、やってきました。あ、どうやら良さげな。お、かっこいい。はい。関ちゃん。いかがでしょうか。分かってきてますね。これはなんか買い物バッグですか。え、しかも、ね、あ、こっちも、はい、あ、すごい。これはね、すごいいいです。優れもの。あのね、やっぱりこう生乾き臭の原因、はい、これはあの保管時の、はい、その問題、衣類の保管時の問題っていうのがすごいありましてですね。あのね、やっぱり、ね、通気性のいい洗濯カゴを、はい、やっぱりね、こう用意しないといけないです。これは通気性がいいよ。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃで、もう一つ思ったのは、
通気性がいい。そう、もう一つ思ったのはめちゃ汚れてるやつと、はい、そんな汚れてないやつ分けれる。おしゃれ着用とねとか。確かに、これはもう最高ですよ。いいね。しかも縦積みなんで場所取らない、はい、下の方はやっぱり若干ちょっとでかくなってますね。ほら、大きさがちょっと違います。ちょっと俺これ買います、今日。ありがとうございます。なんだろう、今日買うようなコーナーなの。これは買う。すごいな。これ買いますよ。さっきのサークレーターも買ってくれよ。サークレーターありますもん。すでに。そこはもう。でもこういうのあんま見たことないんで、これいいっすね。うん。軽いしね。軽い。これは色違いじゃないですか。これ一種類。あ、黒もありました。あ、でもこの色いいな。いい、このグレージュっぽい色ですね。はい、いいですね。先ほど一番最初にお持ちしたあちらと同じお色になっております。そういうことか。あの CA さんのやつ。あ、そうです。 CA さんのセットで買えと。はい、うん、お願いします。あ、来たね。すごい。今のところに2勝1敗ですね。あ、ありがとうございます。2勝1敗2勝1敗ですね。まだありますか。はい、最後です。おー、最後来ました。来た。梅雨ですよ、梅雨。梅雨の洗濯 の話ですよ。はい、とっておきです。とっておき。とっておき。でかなんか。来た来た来た。なんかでかいぞ。おー、なるほど。なるほど。ランドリーこれいいっすね。これは長尺もかける。まずはハンガーラックないとね、お家にね。はい、そうなのよね。ハンガーラックないと、あと洗濯物入れれる。そうなんです。確かに。部屋干しできるんですね。はい、ここにちょっとね、ちょっとな感じですけど、はい、でサーキュレーターで風当てる。おしゃれな暮らしの提案で、こう壁沿いにこう洋服を置いて写真撮ったりとかね。あ、そうですね。インスタバイバイするためにはこういうのもね、アイテム必要です。これいいですね。この下何を置きましょう。この下、この下は本です。間違いだらけの選択術っていう本があるんですけど、それを5冊。あ、5冊。はい、バッチリですね。まあ、あとタオルとか。ああ、はい、確かに。タオルとか、うん、いいね。ちょっとあのサイズ感大きいですけどね、はい、まあでもここを干せ、あの洗濯物入れれて、うん、ここでいろいろ干せたら、うん、あのね、そう、梅雨時ってあのね、濡れたもの、はい、まあ、例えばタオルとか、うん、あのね、そのまま一緒に洗濯カゴに入れて保管しちゃうと、はい、そこから匂い菌が他に移っちゃうんですよ。そうなんですか。はい、洗濯機の中が洗濯カゴ代わりになってませんか。なってます。そうなんですよ。で、僕たちよくやるのは、まあ、濡れたものはもう別保管で干しとく。あ、そうなんですね。ああ、そうすることでこの乾いてるものに菌が移らないんですよ。一回だから濡れたやつは干しちゃう。干して、まあこういうところでも干せるんで。そうですよね。そう。だから関ちゃん全然分かってなかったけど大正解ですこれ。素晴らしい。あ、よかった。素晴らしいです。ここにジャーナルスタンダードマジちょっとロゴも入ってね。置いてますね。ちょっとこうゴールドですね。そうなんです。黒にゴールド、素晴らしい。おしゃれ。意外とこのジャーナルスタンダードファニッシャーさんの、まあ、自由が丘店、この他の店舗でも販売しているはい、販売しております、はい、で、梅雨にですね、役に立つ、グッズがいろいろと、ね、置いてますので、うん、ぜひ関ちゃんにいろいろ聞いてみてください、はい、これ持って帰ることできるんですか。あ、持って帰ることは、はい、事前にご注文いただければ、はい、お持ち帰り用でもお店に手配することができます。はい、すごい大きいからね、このまま持って帰るのちょっと難しいですけど。そうですね。いいですね、これ。はい、今回はですね、ジャーナルスタンダードファニチャーさん、自由が丘店で、梅雨に役立つ洗濯家具、雑貨、グッズをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。朝鮮リーから一言、横浜から世界へ飛び出す洗濯ブラザーズ、コーヒー油のシミ、エル首汚れから心の汚れまで、あらゆる汚れを根こそぎ消し去る洗濯ブラザーズ。俺らずっと笑っていたい。
me mom's again them now